ボノマンソ、ボノマンソは、ガーナ共和国の中央部、ブロングイコールは母州、熱帯雨林帯の北端で、サバンナと接する高立地に位置する13世紀から17世紀に、かけて、サハラ交易繁栄したとされる町である。ボノマンソは、国家名として呼称する、歴史研究者が参見されるが、敵万人の高等伝承によると国家名でなく、ボノ国の首都であったようである。 そのことは、ボノの国のあるところという文字通りの意味が示しているように思われる。ボノという名前は、ボノ以外の話者によると、ブロングと発音されるが、都合のボノ地方方言を話す人のことを指し、この名称は、ガーナのブロングハホ地方の南西部を除いた大部分を占める統合的な感覚、一体感についても用いられる。 もともと、ボノという名前は、特定の国家のことを想定する名前であった。ところで、ガーナの初期国家についての最古の記録の一つは、1629年にオランダで作成された地図であるが、その地図には、ボノのことをボンノへと記している。名前や位置から考えて、敵満の人々の主張の通りと思われる。これがそうであるなら、 ボノマンソというのは、ボノ国の首都の名前であることを返って裏付けていると思われる。敵マンの口頭伝承では、ボノというのは、先駆者という概念で用いられる。つまり全ての種の始まりという意味である。そしてボノ国家は、現在のブロングハホ地方で最初に発展し、国家だからである。このような主張は、ボノという名称が、主演や祭りのような状況で太鼓を叩いて歌う。 歌の中からその名前を取ったことが裏付けられる。ボノマンソの地に本格的に人々が住み始めた時代、すなわちや漢族の国家が形成され始めるのは、食料生産が始まってから、鉄器時代の初期にあたる大体紀元前2500年から紀元5000年間くらいと思われる。この頃のボノマンソ地方の考古資料は、金担保文化に属するものである。 金丹波文化伝統の遺跡群は、ボルタ川の湾曲部、ガーナの森林の北限地帯にごく普通に見られるもので、あるが、ベゴー地方とボノマンソの遺跡群は、その物理的、立地的様相が著しく異なっている。ボノイコールマンソ地方では、岩陰遺跡が多いが、ベゴー地方は、野外集落、オープンサイトである。この違いは、時代ごとの示しの違いではなく、実際に、 ベゴー地方で、砂岩の路頭のような地層が露出した場所は見られないが、ボノマンソ地方では、ごく普通に砂岩の崖の路頭と岩陰が見られる。ボノマンソとベゴーでは、同じ文化であることを象徴する遺物が生産されていた。つまり、魔性石符、石製ブレスレット、溝状の装飾が施された石、ヤスリ、蘇生の風化した装飾の櫛の破片が見られる。ボノマンソ地方では、 4カ所かそれ以上の製品製作を行う伝統を持つ遺跡が北半分で発見されているが、それは標識遺跡である金丹坊遺跡により近接している場所である。ボノマンソの南西約2 0トルに位置するギャンマの古老たちが神聖な場所と考える遺跡はすべて金丹坊文化の道具と密接な関係があり、遺跡の年代は、 紀元前1500年から同100年の間に愛あたる。金担保文化とボノマンソの最も古い河原家については関連性を見出せない。このことは、金担保文化が築かれたのは、ボノの人々が来る以前かボノの人々が別の場所に住んでいた大のどちらかであったことを示す。ボノマンソは周辺の他の遺跡に比べて倍以上の規模があり、高等伝承によると、 古代の交易の鍵となる場所にあったとされている。アパンコックマン、すなわち、馬の通り道は、他の遺跡では一本あればいい方で完全に失われていることが多い。考古学的にも、高等伝承から考えても、馬の通り道は、主要な遺跡に集中していることを想定させる。どのンソへ至る、交易路の数は、近隣のどの遺跡よりも多いと思われる。 交易路が多いということは、出生率、死亡率、移住、男女比率などを考えようとしても、人口の流動性が多いことを予想させるため、ボノマンソの人口規模の把握を困難にする。ボノマンソの人口規模を把握し、推測するのに最も有効なのは、マウンドの規模だと思われる。というのは、マウンドは廃棄された家の大きさに、ほぼ相当すると推定されるからである。 ボノマンソは大きく3つの時代に区分される。まず、第1章の時代は13世紀から14世紀の時期に相当し、この時期の土器は至るところに散布が見られるものの、1万メートルの面積で100メートルあたり4つのマウンドが作られている。このことは1件につき5人の人は住まなかったことを意味する。100メートルの単位が230カ所あることを 考えると一章の時期は4600人、ゴミが廃棄されてできたマウンドで10%ほど減らして4140人、杭だったと推定される。同様にして二章と三章を計算すると、二章の時は1万人、三章の時は8000人ほどであったと考えられる。二章と三章の時期の家は、一章の時のような網枝に泥を塗りたくって作ったものではなく、より洗練されて、 規模も大きくなっている。河原家の最終量は、2章は100メートルあたり132辺、3章は100メートルあたり98辺となっている。いくつかの推定が、このごく仮説の域にとどまるモデルから引き出すことができる。まず遺跡全体に1章の居住が見られるが、薄く広く散在的であったということである。これは、出土品から考えても一章の終末から二章に、 かけての時期である15世紀から16世紀頃に、著しく人口が化したと考えられることから、推定できる。ボノマンソの最盛期は、二章の時期の居住に見られる。人口の増加は、土器の生産が一章後半の締め時から引き継がれて、大きく発展したのみならず、土器の中央部の文様体に、縄目分やトウモロコシ保軸状のミシン目文様が施されるようになり、 表面を石灰で塗り固めたように見せる瓦けが出現したり、丁寧に文様が施された喫煙用パイプが現れるのも、この時期である。二章のしめじが確認できる堆積層を剥がすとその下は、ほとんど一章のしめじを示す堆積層だということは、一章の集落が放棄されたのではなく、人口の増加も突然の移住の結果ではないことを示す。二章の時期には、 新しい考え方を持った新たな人々が着実に入ってきて定着していったが、三章になると人口が減少する。二章の時期の富や生活の高度な水準が三章の時代に引き継がれていった。三章の時期に新たに加わった要素に曲線上の沈線を施したキララを散りばめたような異なった種類のタバコパイプの出現である。ロノマンソに関する交渉伝承には、 戦争の後に飢饉が起こったことや、大継承の構想で、王族たちが暴行を行ったために住民が海岸地方へ避難したと伝えられている。また、この時期は、サハラ公駅のルートが東へ移動する時期であり、17世紀から18世紀には、いずれにしても人口減少の強い誘因があったものと考えられる。少なくとも、考古学的な調査の成果から、参照の時期に、 経済的格差によって北から南への人口の移動があったこと、内在的、政治的な不安定さがあったことが伺われる。ボノマンソで最大の家の移行は王宮で、王宮は法廷、奴隷や奇祭たち、料理人たち、芸術家たちの住む多くの区画に区分でき、歴代の君主は同じ王宮に住んでいたと考えられ、これはボノマンソの住民の末裔と考えられる。 敵ンの人々にも見られる習慣である。交渉伝承者の間で、ボノマンソに見られる木製の柵が、ボノマンソの周囲をめぐるものか、ボノマンソの入り口へつながるものか意見は、分かれるものの、防御施設である点については一致している。ボノマンソの街の構造は、推理や政治的発展と密接な関係があったと考えられている。 十三から十四世紀頃の一章の居住は散在的だが二章以降は遺跡の中央部に小さな家屋が集中して築かれている。このことは一章の時期は緩やかだった政治的結合が二章以降は強力な政治的権威のもとに統合されたことを示していると推定されている。注目される外国との交易を反映する居住は外国人居住者が住んだことでは 同様と考えられてきたベゴーと異なり、町の中心から4キロメートル離れたところに外国人の居住地がある。ボノマンソの町の中から出土した土器の分析をしても、著しく異なった居住地域は見られない。このことは、たとえ、ボノマンソに外国人が居住してきても数は少なく女性の登記工人が中心であって、外国人の間で彼女たちが暮らさなかったのなら、 在地の土器を制作することを受け入れただと思われる。考古学の成果からは、ボノマンソの公益活動についての直接的証拠は発見できなかったが、外部の人々との思想的な影響や物資の交換を推定させる様相を確認することはできる。まず第一に挙げられるのは、アポンコに関する交渉伝承で、ポンコとは、マンデ人から借用語であり、馬が普通に見られる北方や、 北西のサバンナ地方との密接な結びつきを想像させる。ポズナンスキーなどの研究者が指摘するように2章の11、12形式の土器の規定について考えると、11形式の土器は、ベゴーの土器であって、1章後半から継承されている。どノマンソに、交易品として持ち込まれた、金属製品を原型とする在地的な模倣品である。古代の新中製の案が、 ボノマンソからしばしば発見されるが、そのような真鍮性の腕は儀式や神々を崇拝する行為のために用いられるものである。ベゴー地方でも同じ用途で用いられ大切に扱われる。このような異物はニジェールガー流域との交易活動の活発さを示す証拠のように思われる。金属製の器の土器による模倣品は ニジェール川中流域との交易が15から16世紀に頂点を迎えたことを思いさせる。17世紀後半から18世紀初めはヨーロッパ人との交易がわずかに伺われるはずの時期であるが、ボノマンソにはそのようなヨーロッパ人との交易や海岸地方との接触を伺わせる考古学的証拠は見られない。むしろ、ボノマンソには近隣の地域間交易の影響の方が 色濃く見られる。一章から三章の居住地から出土する異物からは、ボノマンソから半径 200km 以内のベイヤニュー、ブイペ、アウンココとの接触があったことが確認できる。国際的な交易、言い換えれば、ボノマンソと南方との交易については、17から18世紀においてのみ、明瞭に見られる。ボノマンソの立地は、ガーナ共和国の中央部であることから、 13から14世紀にかけては、ニジェール川中流域を中心とする北側の交易圏に属し、17から18世紀には南側の交易圏に属するなど振り子のように揺れ動いたと思われる。しかし、地域的、国際的な交易という視点から離れてみると、ハニセキで見られるように2世紀頃からの器製作の伝統があって、ボノマンソでは少なくとも15世紀頃から、 真鍮の鋳造や鉄器製作が行われており、交易のためにこのような金属の加工を行っていたのか、地域的な改良にとどまんのか判断は難しい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。